はい、クーミンです。楽屋トークです。今日はですね、いつもの、セミレギュラーでいただいている番組の1日収録なんですが、実はよく上がね、空洞になってますよっていうところのスタジオなんですが、今日はちょっと違う回で、何をくっちゃべっても大丈夫な。楽屋でございます。それでね、はい、今日すっぴんでございます。なぜすっぴんかと申しますと、料理の動画をご覧いただきまして、目元のメイクどうしてるんですかっていうご質問をね、よくいただいてたんです。じゃあ今度、楽屋トークの時にさせていただきますっていうことで、本当に大したことしてなくて、まあ朝ちょっとバッチリ目にちょっとアイラインを入れた時と同じメイク。もううちでも同じメイク。はい。でね、今回ね、ちょっとご紹介した、もう回してすぐいなくなる。少し前にご紹介させていただいた、言えてないね。ダメなんです。お送りさせていただきますってね、これね。ラジオのレギュラーやった時何度も問い直してたよ。その時なんで一回言ったやつを使い回しにしてくださいって言わなかったのかしらね。毎回させていただきますって。暖かくなりましたね。って言えないんですね。はい。それは関係ないとして。これ。もうね、ちょっといろんな番組やらせていただいて、これご紹介させていただいた回の、それで、これとね、これ、ご紹介させていただいた、プロモーションでも回し物でもございません。ただ私が不安だということで、不安クラブ。はい、ということで。これね、あれちょっと見えない？あさちゃんありがとう。これと、この化粧水抜いて、このね、また、ソープがいいんですわ。なんですけど、ソープのね、カタログはね、探してもないんですよ。これから発売されるのかな？はい、ということで、このテカテカ黒ぶかり。遮光カーテンじゃなくて遮光カーテンです。まあ、長い目で、いい加減なこと言ってますよね。あ、出た。これがね、私の大好きなナヤシアミドンが入ってるんですよ。あ、それで、あ、でもここには書いてないか。何が、私ね、好きな成分が入っているもの、例えばダイエットで言うと、ターミナリアベリリカっていう植物が入ってるのを、ね、今、社長がポリポリして、今、お菓子を取って食べようとしているのを、ね、ここら辺で見え、うん。九州アスリート化粧品屋さん。これで、何がいいっていうと、人手エキスが入ってるっていう、これが私の大好きなナイアシンアミドに人手エキスっていうのが新しく加わりまして、大好きなものに。はい。いろんな成分に見せられて、タラララララララはい、今日も壊れてます。ですね。社長が今受けてますけど、社長のために言ってるわけではなく、踊りたくて踊っております。はい。でね、もうね、ずーっと皆様に、今の話終わった？終えた？ちゃんと。次の話にすぐ行くから、結論言わないですぐ次の話に行きますから、皆さん気をつけてください。慣れてください。慣れさせるなっていうのをご覧いただいてる方。ね、こうやって自分で突っ込まないとね、テロップ入れられないもんですけど、ノー編集でございますので、よろしくお願いいたします。はい。たまたまこうやって誰かのモノマネが入ります。はい。よろしくお願いいたします。でね、そう。もうね、これ皆さんに見ていただきたい。もうどこで買ったか忘れちゃったぐらいだいぶ前。もう、今年始まってぐらいに買ったやつ、これ。絶対私のことだからコンビニ、ドラッグストア一回行ったかもしれない。ですよ、これ。スポンジね、私持ってか、はけか。で、あとは、このファンデーションについてきた、このきのこちゃん。きのこちゃん。今日筆はね、私自分のちょっと今一番使いやすいのがもう売ってなくって、2本だけで1本いつも自分で持ってくるんで今日持ってこなかった。このきのこちゃんを使うぐらいで、スポンジって使わないんですよ。なんかファンデーションがスポンジに吸い取られて、っていうと言ってこれをスポンジが染み込んだからってずっと放置するのもなかなか苦手なもんですから、やっと開けます。いきます。じゃじゃじゃーん。あ、そうそう、話しました。なんですっぴんかというと、そのメイクをもう大したことないよ、5分で終わるよっていうのを見ていただこうと思って。これーよく考えますよね。でも、これあれですよね。他のキャラクターだったら、私あえて何のキャラクターって言いませんけど、他のキャラクターだったら、お耳がちょこーんってとんがってる動物もいますもんね。そしたらなんかこう、ここら辺のなんかこういうところこうやって入れられそうな気もしますけど、基本私ちょっとスポンジか、使わないのあんまりにも可愛かったから、これね、濃いピンクと薄いピンク。なんか、クーミンチャンネル通販番組になりそうですね。あ、わかんないか。照明がすごいから、照明がすごい分、シワも飛んでるんですけど、今ね、映りがね。あ、サチサンドイッチ食べて。朝からおせんべい。社長おせんべい好きですよね。あると食べちゃう。うん、じゃあ目の前に置いとこう。いっぱい。それで今、お肌、シャワー浴びて、一通り化粧水とか乳液とかやってきたんですけど、もう本当に外気に触れるだけでお顔が真っ黒になりますので、今、化粧水で、拭き取って、で、今ご紹介したやつを塗らせていただいて、あ、その前にね、私の大好きなこの J シェル、これ、もう毎回ご説明する、塗りました。はい。一缶して。大丈夫、さっちゃんありがとうね。一缶さえも。大げさなように見えるでしょう。このね、回すのがね、年のせいにしちゃいけないんですけど、苦手になってきて、またちょっとぶり返して、今ちょっと苦手でしたね。はい。誰でも苦手なことはあるんですね。あ、私が気に入っているファンデーション。それもまたこの間ご紹介させていただいたやつなんだけど、もうね、なんだろう、塗ったか塗らないかわかんないし、伸びもいいし、どんな、私はちょっと、日焼けしてないんですけど、日焼けしたお肌でも馴染んじゃうっていう、持ってこようと思って忘れました。すっぴんでこの顔すると気持ち悪いね。はい。もうとにかく自分で言って自分で突っ込まないといけないので。ちょっとお待ちくださいね。で、今まではね、エステの業者さんから仕入れてた、これをベースに塗ってたんですけど、最近これ塗らなくなって、あ、そう。私ね、すごく気に入ったカバーマークがね、これめっちゃ気に入ってます。これね、こっち側が、こんな感じなんですけど、こっち側が、リキッドになって、で、これね、ファンデーション塗った後にこうやってカバーしてたんですけど、最近はもう一番最初にね、塗るんですよ。これね、なんか綺麗に映っちゃうから、もともとはすごいシミなんです。シミと、ここら辺に、こうやって、トントン、トントントン。あ、髭剃ってかなかった？うちの女房には髭があるってね、よく言ってましたよ、父親が。母親の前で。そういう歌があるんですかね。で、母親は父親の前で、越路吹雪さんの、ろくでなしっていうおはご歌ってました。あ、ちょっとマイク割れちゃった。ごめんなさい。あ、ちょっと塗りすぎちゃった。なんか喋ってる間に塗りすぎました。っていうことで、これをね、一回ね、このままちょっと全部吸われちゃうので、ベースのファンデーション、これに塗ってみますか。いつも塗れば塗るほどね、厚塗りになるから。あ、でも、ここがツルツルで、ここがちょっとスポンジ系で、ここがちょっと粗い系で。へえ、おもろい。これなんか最近ブジュっていくんだよね。怖っ。いいぞいいぞ。これでね。これね、白いんですけど、こうやって触るとね、ベージュになるんですよ。これどんなマジック？あ、これマジック使えるか。はい。白です。これをですね、今、色を変えます。いきます。シュッ。あ、こすらなきゃいけないのか。こすらなきゃいけない。わかりますかね？ほら。で、これをこうやって見せて、はい、白です。白ですって言った時に、ここら辺でなんかさっとなんかこうやって、なんかさっ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 てやったの分かっちゃいますね、これね。マジックにも何もならない。はい。はい、塗ります。最近なんかね、携帯で、これね、めっちゃ今ね、すごい顔になってるんですよ。実物では今、ここの照明で飛んでますけど。どうじゃろか。わ、柔らかい。わ、柔らかい。叩いて叩いて。あ、でも、吸われてる。はい、ということで手でいきます。ちょっと声が大きい。マイクいらないかも、やっぱり。あ、鼻で笑う社長。何やってんだ？どこに行った？どこに行った？あ、ここにいた。今日は、あ、ノン編集って言っても、これ楽屋トーク、今動きました。ごめんなさいね。楽屋トーク、着替えたところ、まだね、スタイリストさんの衣装が着てないんですけど、着替えたところ、見てみたいですか？大して変わんないですよ。うんってうなずいている。今日は社長が編集してくれそうな、編集ってかくっつけてくれそうな。すんごいね、吸着するんですよ、これ。本当はね、こすらない方がいいんですけど。ああ、ちょっと、なんか、これだけの方が良かったな。これだけの方が。今日はね、一日長いんですよ。なので、目の下から下をちょっと一回ファンデーション取って夜は一回塗り替える。塗り替えても3分ぐらいなもんなんですけど、エステで、フェイシャルのコースがあるんですよ。その授業がね、フェイシャルだけの授業が。もうフェイシャルやっただけで肌の蘇りがもう全然、今、ちょっとこすっちゃってますけど、すいません。自分の肌なので。もうフェイシャルだけでね、お肌プリンプリンになりますから、フェイシャル大変、大切ですよね。なんかこんなもんでいいか。で、なんとなく伸びたやつを。でも毎回ね、前髪を、やらないのは、あげないのは、一回癖がつくとびしゃびしゃにしないとダメだっていうことで、で、これ、キッチンでこれをやっているのは、根元を立ち上がらせるっていう、みんなクジラって、クジラ頭って、クジラ髪の毛って、クジラ髪型ってつけていただいたんですけど、で、私、自己流ですよ。ちょっとファンデーションが揺れてるなぁと思うと、ほんのちょっとだけ私乳液足しちゃうんです。さっちゃんどうこれ。合ってるって。まあ、なんていう、合ってたわ。裏技だって。なんか、滑らなければ滑るものを足せばいいっていう、その発想だけなんですよ、私の場合はね。最近、パパさんが、リーマンパパが意味深なこと言ってたなぁ。年取ってくるとね、年取ってくると私はですよ、個人の感想。まぶたがね、こうやって加えて垂れ下がってくる気がするんですよ。そのね、垂れ目がいいって言ってくれたんですよ。それは、どう理解した方がいいのか、垂れ目が好きだって初めて聞いたんだけど。今日目の下シワシワだ。琥珀パックしてこなかった。これね、なんだろう、急いでもいないし、料理中でもないので、もっと5分でやろうと思ったらパッとメイクできるんですけど、ちょっと足上げます。パッとできるんですけど、遊んでますね。完璧。メイクを楽しんでますね。これいいわ。ほぼファンデーションがない感じになってきた。今ね、こすっちゃったんです。取っちゃいました。これいいわ。でもたっぷり入ってる、意外と。でもこっちは使ったことないんですよね。ファンデーションいらないくらい。あ、ファンデーション今塗った？塗ってないよね。なんかファンデーションいらない感じがする。こんな丁寧に塗らないんですよ、いつも本当に。なぜか。なんかファンデーション塗ったら厚塗りになりそう。いろんなファンデーションあるけど、ちょっとうちで使ってるやつ紹介したかったなぁ。あ、ちょっと今日はね、この韓国のといきましょう。こっちが薄い方。このピンクつけてくれて。私ね、もうしっかり朝ご飯がっつり食べてきました。起きたらすぐ食べる。昨日ね、夜遅く帰って、で、なんか、洗い物明日やるよってパパが言ったので、お母さんたちが洗い物しづらいだろうなと思って、あれから洗濯を始めて、洗濯してる間に洗い物やっちゃえって言ったら、パパが起きてきてやるよって言って、で、ずっとなんか私の横にはびりこいて、私の洗い方がちょっと雑だから、自分がやりたかったのかな。したらね、パパが、今度ゴミ出し始まっちゃって夜中に。で、それなんか やってるうちになんかお腹空いちゃって。夜、帰りの車でもめちゃくちゃ食べたのに、コンビニで買って。で、また家帰って、なんか朝湯がいといたブロッコリーとか野菜とかね。こんなに触んないですよ、いつも。もう本当にパパパって触ったら終わりなのに、触っていたい自分がいるのかも。うん。また話が途中でね。それで食べまくりました。で、朝起きて、朝起きたんだからまた食べていいよね、と思って。で、夜寝るときは、ああ、もっと食べたいけど、朝起きたらまた食べられるからって自分を言い聞かせるわけですね。育ち盛りじゃないですよ。育ち盛りですよ。もう横にどんどん10キロ育ってますから。ね、これがほら骨密度とかさ、他が育ってくれればいいのにね、そっちはね、なんか衰退していくだけで。不思議ですよね。うん。はい。そして皆様、お問い合わせいただきました。この、いつもの三吉の舞台メイク用の、これをですね、私は3つあるうちの、これね、ここ手抜いたら、今日はここが見どころですから。ここが見どころ。いろんな色あるんですよ。もうとにかくいろんな色あるんですけど、私ね、この3つ買って、この一番ダーク使ってます。で、これは上から重なれば重なるほど、色がぽわーって、中からぽわっとと吹き出してきますから。前髪なんか気になるでしょう？気にしないでください。もうこれね、止めちゃうと、こうやって一種類だけ、まあノーズ的にね、入れるんですよ、こうやって。でちょっと切れ長に見せたい時、これもう本当私メイクできない、もう習ってない、メイクはフェイシャルは習ってますけど、こっちの方にちょっと流しといてね。でちょっとここら辺の余ったやつでちょんちょんと高いところにちょんちょんと入れて、もうこれで頬紅終わりですわ。頬紅終わり。そしてここからですよ。目は一旦置いといて、デブ隠し。でね、今日ね、ここがね、ちょっと昨日食べ過ぎて水分溜まって、これ、こうやって流せばね、本当は私こういう輪郭なんですよ。こういう輪郭なのに、ちょっと今日はここに溜まってるので、マッサージ朝早くてしてこなかったので、まず、ここにノーズを入れて、で、このまんまね、こうやって伸ばす方もいるんですけど、私ここだけです。ここがね、なんか鳥の名前がついてる花。父親、ああ、そうかそうか。ワシとトンビじゃ違うね。うん。ありがたいです。それで、父親そっくりなんです。ここね、どういう輪郭にしたいかっていうことで、今日は、こういう顔にした、ここまでの顔にしたいなと思うと、その、顔以外のところに、こうやって塗りたくるわけですわ。こうやって。で、あ、ここのちょっと、溜まってるやつをね、ちょっとつけすぎだな。カメラが飛んじゃっていて、実際にはすごい状態です。ちょっと筆使おうか。で、これはちょっと吸っちゃう筆なんですけど、今家にある筆だといいんですけど、これで縦に伸ばして、横に伸ばして、なりたい輪郭に、で、ここを伸ばして、出来上がりですわ。で、たまにさっちゃんにここ固まってますよって言われ、言ってもらって。もう何つけてるかわかんないからね、顔に。もうきな粉でも何でも何でもつけてるから。で、私はこのオイルをティッシュオフします。本当にメイクのやり方を知らない自己流ですよ。本当に皆さん。私が今、皆さんにレクチャーしてるわけじゃないんですよ。私はこうしているという。で、次ね、眉って目いきますからね。そしたら、でも、目がもう終わりってことですもんね。もうほんと香りないです。松江をやってきたのでね、まつげのところこうやって、やらないで。なんかね、光を当てながら LED じゃなくて、なんかを当てながらやるので、つけた瞬間にもうそのまんま変わらって平気っていうので、乾かす必要もないし、その日はそーっとねっていうのもないんですよ。で、これで粉を叩きまして、最近は、眉ペンシルも使わなくなって、これだけ、もう家でも、ここでも同じです。あ、でもちょっと、家にある筆と違う。家の筆も一回洗わなきゃダメだな、これ。これ新しい感じ。使ってない感じ。で、これの、茶色のやつ。あ、ちょっと私今、ガラスを汚しちゃった。さあちゃんね、こういうの綺麗に、もうガラスは綺麗にしてくれる。もう本当に几帳面な方なので、私が今触っちゃってベトベトにしちゃったけど、これ。これを、で、今日はスタジオでファンデーションを厚塗りしてるので、ここでちょっと調節しないと、本当に眉がべちょーってつくので。眉をね、あ、ここ固まってた、まだファンデーションが。こうやって、こうやって、ほぼ眉終わり。それで、これだとベタっていう感じじゃないですか。なので、私この上のところが足りないんだよな。眉これで終わりなんですけど、この一番黒いやつで今度この細いやつでちょっと茶色も混ぜておこうか。そしてここをシュッ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 シュ。シュッ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 シュ。あ、下も描いちゃった。変なとこ描いてしまいましたね。そしてね、目の上のラインを、あ、ここのね、ラインを描くガイドラインを作るんですけど、私ね、下から行くんですよ。下から。本当に。あ、ちょっと太く入っちゃった。うちにいるときはもうなるだけ細く細く。でもね、下もバッチリで、ここのところを、こうやって、ガイドライン作るんですね。ちょっと今太く入っちゃった。こっちも入れちゃおうか。ここのところをはみ出して、意外とこの粉ね、取れないんですよ。うん、下の目のラインこれで終わり。ほんと何もしてないでしょ。あ、今日はテレビだからね、ちょっとこれを真ん中に入れます。これね、白のようでちょっとね、ゴールドっぽい黄色みがかってるんですよね。これを真ん中に入れて。これね、全部入れるとね、シワシワが目立っちゃうんですよね。なんか、若い時は良かったけど、で、こういうとこも白くしたりとかするんですけども、前髪で見えないので、無駄な抵抗はしない。それで、目を、ちょっと大きく見せたい時に、ここの真ん中だけちょこっと入れるんです、ここ。ここに、ちょこっと。うん。下もバッチリライン入れるときは、下もここのとこだけちょっと真っ黒入れるんですね。あ、ちょっとクリームがついちゃった。あら、しっとりになっちゃった、まつげが。この真ん中に入れて、そして、これいつもご紹介しているこの3本色。黒を真ん中にちょこんと入れて、さっきのこの、あ、落ちた。さっきのこの一番黒いやつ。ここ今、ここまで伸びてるので、伸びてるとこに向かって、粉を入れる。おー。軽く入れて、伸びてるとこに、ここに向かって、埋めて、あ、ちょっとすっごい長くなっちゃったな。で、なんとなくシャドウを作って、こんな風にね、考えてやったことないので、もう本当に、で、これ、いかに細く入れられるかっていうので、中間の色ですね。こんな感じ。入れて、舞台の時はこっちの方をはみ出してね、でっかく描きますけど、テレビなので。そして昔はね、唇の縁取りしないとお化粧する気にならなかったんですけど、今気にならなくなりましたね。だってここがね、私ちょっと薄いんですね。薄いので、こっち側に合わせたラインで、縁取りをして、であとはお衣装が来たらお衣装の色に合わせてさっちゃんが出してくれるんですね。で、私今日は商品を持つので、マニキュアを後で塗りますが、でもこれでもコンビニでね売ってるやつ、リップクリームね。昨日ね、寝てないんですよ、社長。このまま寝かしときましょうね、今日一日。運転してもらうから睡眠大事。うん。まあ私の楽屋はもうなんだろう、誰が上とか下とか偉いとかじゃなくて、みんなの体調をね、お互いに管理しながら、なんか私がメイクしてる間、こうやって立ってなきゃいけないっていうのもなく、お腹空いたら食べてもらって、気遣いますよ、そんな。私に気遣ってくれてたら。もうとにかく、社長は今、朝早く起きて運転してくれて、私はほぎらーっと来たわけですから、今度は社長が休む番なんですよ。ただ、やっぱり、楽屋ってこういうものだよねって、スタジオってこういうものだよねっていう昔からの、やっぱりそのマナーみたいなものが、まあ、独特なものが、ちょっと独特というか特殊なものがあるかもしれない。で、その時は私流ではなくて、そちらの色に染まりますけれど、ねえ。だって、楽屋なんていうのは身内だけで、ほっとする場所ですから、もう、スタジオに行ってカメラが回って、シャキッとね、シャキッといいんですけど、大概、さっちゃん最近、頬紅に足してくださいって言ってくれるので、言われる前に足しときます、少し。うん、多少は大丈夫。寝たら起きないから。ちょっとやそうとじゃ起きないから大丈夫。私ね、最近、そう、いびきかくようになってさ、それで松江区やってる時に、松江区とか髪の毛染める時にアレルギーの薬飲むと少し眠くなったりするわけ。そうすると、なんかね、私が行ってる松江区は2席あるんだけど、隣の人がいる時はもう寝ちゃいけない、寝ちゃいけない、もうなんかこう、いびきかいたらいけないと思って、でもこの間はなんかね、何かね、ダブルで飲んだんだよね、アレルギーの薬を。松江くんの時に。そしたら、案の定眠くなってきて、あ、でも寝ちゃいけない、寝ちゃいけないと思って、どんないびきをかくのか自分で意識してみようと思ったの。そしたらね、じゃないの。なんかね、でもね、自分で笑っちゃった。なんか、もちろんマスクしてるんだけど、やってくれる人もマスクしてくれるんだけど、自分でね、こうやって寝て、これは寝ちゃいかんと思いながら寝ましたけどね。やだ、もう、だから新幹線とか乗って、移動中に私寝る人じゃないんですけど、それでもやっぱり、どうしても寝てない時とか、いう時にちょっとうとうとする時あるんですよ。もう恐怖ですよね。なんか、でなったら、ってなったらどうしようかと思うからこれ効果音じゃないですよ、自分で出してますよ。ということで終わりです本当にこれだけ。もう使ったのは本当こんなのいっぱいさっちゃん用意してくれてるんですよ。でさっちゃんにねグラデーションやってもらったらいいんでしょうけど、こののぺーというね何でもない顔でずっと出てきたもんですから、大場久美子で出るときは、これでいこうかと。で、ちょっと変身のときは、やっていただこうかというふうに分けておりますので、今日は大場久美子で行くので、自分のどうしようもない。ラインこんなもんです、こうやって。細く入れて。腰痛治りましたか、社長。治りましたね。首凝ってますか？首なんで動かしてるんですか？ちょうどいい、気持ちいい。あーじゃあもうちょっとでもうメイクのご説明も終わりましたのでメイクを終わりたいと思いますけれどもちょっと社長餌食にしてこれこれからね台本読まなきゃいけないからねちょっとここ頭上にして寝てください早く寝てくださいこれはねエステティシャンの動画ですからエステティシャンで皆様にご紹介の私ちょっとデブ丸出しなのがちょっと映ってるけどよいしょこれあれですねマイク動かしますすごい音するかもいきなり楽屋トークからエステティシャンの大葉にちょっと暗くなりますマイクはいらないかいけませんよって言ってねだから寝る社長もすごいちょっと一応はねエステティシャンの手を消毒しましょうね。どうしますか？これいいんですか？いいですよ。で、これちょっとすごいデブがまだだし、こっから来るとことこっから来るとこの中点交わるとこがあるんですね。ちょっと一応今タオルがないので私は平気なんですけどここをね押すんですね。せーの、グー、さん、くー、さん、くー。これが100円なんですけど、天柱って言ってこの頸椎のとこの脇のここがあるんですね。ここからその頸椎をその脇をこうやって引っ張ってあげるでなおかつこの肩甲骨のとこにこうやって入れてあげるとめちゃ気持ちいいんですよ。あ、私ちょっとマスクしてない。顔背けます。顔触って大丈夫ですか？大丈夫です。で、ここにね、四角いね、角があるんですよ。角の骨を見つけて、そこの上が後筋なので、これ結構くるんですよ。で、これを上に引っ張って。で、目のとこのここをね、上に持ち上げるんですね、こうやって。ちょっといきますよ。持ち上げて、目つつかないように。今度おでこをね引っ張るんですよ。こうやっておでこをこうやってギューギューギュー。あいやいやあいやいやあいやいや。終わりってことでどうぞそのまま休んでてください。いや一応ね測定反射療法士なのでそれだけで一応ねこうやってレクチャーをしていくわけですよ。やっぱりね、触られないとわからないからね。はい、ということで、もし着替えたところを社長が、くっつけていただけるようであれば、また着替えたところを載せたいと思います。それでは今日一日、本番行ってきまーす。あ、さっちゃん。はい、それでは本番行ってきまーす。今日は、いい色。行ってきます。バイちゃん。